マシンについてはサスペンションの時代に入ったとさえ言われている。ヤマハはすでにサスペンション機能の分野における研究開発の口火を切ったと言われるサーマルフローショックを採用し好評を得ている。ヤマハの技術は1973年さらに画期的な機能のヤマハモノクロスサスペンションを生み出した。ヤマハモノクロスサスペンションの構造はフレームのタンクレール部分に沿った一本のサスペンションユニットを後部のリアアームに固定したものが基本機構である。リアアーム、スリムな三角状のアームである。アキュムレーター、上下動するリアアームのショックを前後方向に置き換えて不活性ガス、オイル、コイルスプリングなどの干渉部材の組み合わせで吸収する。その一部を構成するものがアキュムレーターで、この機構は非常にソフトな特性を備えている。コイルスプリング、このようなサスペンションユニット取り付け方法によって車体全体を強度剛性上バランスの取れたものにすることができる。またサスペンションユニット自体が長く取れ、後輪のクッションストロークを大きくすることができる。ゼッケン2番、黄色いシャツのライダーが乗るマシンがモノクロスサスペンション採用車である。このようにヤマハモノクロスサスペンション使用車は横ブレが少なく直進性が優れていることがよくわかる。また路面に対する追従性が良く安定した走行ができる。車の直進性やコーナーでの操縦安定性が飛躍的に向上。ライダーにとっての疲労も少なく、オフロード用マシンには絶対のメカニズムと言える。